今日4回までは素晴らしい数字が残っています。まず1回三者連続三振、圧巻のピッチングだったんです。一方の岩川もツーアウトからランナーなし、樋口をライトフライに退けて、まあ、無難な立ち上がり。2回の裏ですが、ツーアウトランナー2塁1塁というピンチもフォークボール、岩隈里崎を三振に仕留めます。4回の表成瀬ツーアウトランナー1塁で山崎武史ですが、見逃しの三振に切って取りました。4回までは本当にノーヒットピッチング。4回の裏ですが、ワンアウトからセンター前にヒット、キムタギン、しかしその後続の大松そしてサブローを打ち取って、ライト鉄平のナイスプレーもありました。で5回の表、ワンアウトからランナーなし、高瀬のソロホームラン、第3号ホームラン、成瀬これが今シーズン19本目のホームランを打たれました。そしてツーアウトから渡辺直人ヒット、フィジリサーもランエンドヒットで、これでライト前、島のタイムリー、2点を取りました楽天。